この掘削機ってそういえば上司死んじゃったけどずっと回り続けてるのかなという、どうでもいいことが気になって仕方ないブルーホースでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日もやっていきましょう、バイオハザード4ということで、まあ、このチャンネルにせっかくねお邪魔していただいてますんで、まあ、あのね遊びに来ていただいてるんで、まあ、チャンネル登録ボタンとねグッドボタンをせめて押してから動画最後までご視聴いただけたら嬉しいかなというふうに思います。ということでね、変態プレイとなぜかこうちょっとカカシに憧れたエルフィガンテがまあ2体いるということで、まあ落ちると思うじゃん。でまあ2体まともに相手にするのも楽しいんだけど、まあちょっとプロフェッショナルということなんでね、まあ1体ちょっと陽光炉に沈めておきましょう。で今の彼に近づいたらとんでもないことになるんで、とりあえずマガジン、うちはマガジンじゃない、マグナムだ。こっち、あ、ちょっと全然、あぶねー。で今近づいたらまずいんだって。でね、これ、あれちょっと待って、葉っぱ全部ぶち込んで出さないって、こいつどんだけ体力高けんだ。ほら、すっげえワクワクつっぞ。ということで、とりあえず離れる。これね、陽光炉ね、開きっぱなしの時ってね、実はね、しれっと近づいてったら、なぜかこう沈められるという罠が潜んでるんで、皆さん、気をつけてください。あれ、痛い。足元、チャキン。オッケー。あ、ちょっと微妙に、あ、これ撃ててる？撃ててないよね。あ、無理だ。当たってる？当たってないよね。無理だね。あ、下手くそだね。ってかもう角度が厳しいのね。どうしようかな、もうどんどん、まあ、ハンドガンの弾超余ってるし、ハンドガンバコバコって撃ちまくろうか。ダウテラトゥー、トゥートゥルー。まるでインディン・ジョーンズ、魔球の伝説、トロッコを奪いに行くインディン・ジョーンズみたいな。早いなぁ。マシンガンとは言わないけど、こんな、こう、低反発でいけるんだったら、枕かい。いって、切るんかい。で、いってーなー、え、そんな連続攻撃いつの間に覚えたの？ほー、ポケモンでもそんなないのにね。連続パンチでも2発だし、ケタグリと、あれは何だろうな、何パンチだろうな、メガトンパンチかな。ケタグリも面白いよね。こう、昔は100の50だったけどさ、今はなんか相手の重さによって威力が変わるみたいな、そんな感じじゃなかったっけ、確かね。おら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 、よしよしよし、いった。ほい、じゃあ近づいて。ほい。お、終わった。ああ、まだだね。意外と勝ってえなぁ。なんでこいつ、猿グツワさせられてんだろうね。猿グツワだったっけ？猿ツグワだっけ？猿グツワだっけ？まあ、どうでもいいんだけどさ。そういう趣味はあんまないからね。別に、SM って、どういうその脳の快楽が、こう、信号として発信されて得られるんだろうね。超面白いよね、SM ってね。全然興味ないけどさ。てか、さすがにこれは落ちすぎか？まあ、でも、このくらいの距離を保っていっとかないと、やばいもんね。よし。じゃあ、そろそろ終わるから、これボタンを、オッケー。ボタンを間違えるとね、一瞬でその、この、ムキムキ息子をさ、こう、あ、まだ生きてんのか。あれ、結構かってえぞ、こいつ。そう、ムキムキをさ、なんか、さらけ出してきて、で、しかもさ、一瞬で叩きつけるって、さらけ出してじゃねえ、しまい込んでか。一瞬でこう、地面に叩きつけられるっていうね。もう初登場の、このシリーズで、ね、初登場と2回目の登場の時に何度それでやられてしまったかっていうね、超恥ずかしい、本当に。未だにこう、しっかりとさ、プレイをしていくと、長くやってると逆にさ、その、ずっとやってきてるやり方に固執しちゃうことが、あるから、逆にその知らないやり方が初めて出てくると結構楽しかったりするよね。村長戦なんかまさにそうなんだけどね。よし、オッケー。で、おい、あ、オッケー。よし、じゃあ、ちょっとまーで、倒れて、特にあと拾うものないもんね。じゃあ、お金だけ、ありがたく頂戴して。これもさ、扉が開くっていうのは何なんだろうな。心臓とその扉の開閉が繋がっているのか、それとも誰かが監視をしてて開けてくれてるのか。はっ、まさか。エイダ。まあ、エイダの可能性はなきにしもあらずだよね。って言ったら逆にじゃあエイダ開けてんのもエイダなのかって、そのまま閉じ込めておいてくれたらいいのに。まあ、閉じ込められたらここ行けないんだけどね。っていうか、二人が並んでこの狭い空間にいたんだよね。
そもそもどうやってここに連れてきたんだっていう話だよね。ということで、ブン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 飛んでるんで、まずは一体沈めます。オッケー。もう一体が、あれ？いないな。回復アイテムが本当にやばいんだよね。あ、来てたわ。めっちゃ来てたわ。めっちゃ来てたわ。ほい、キック。危ない危ない。危ない危ない。ほい。あれ？あれ？飛んでるやつ大体一発打ち込んだら終わるんだけどね。終わらないキック。よし。もうこの虫を倒すのが意外とキック。緊張するよね。こいつらなんか体力が意外とよくわかんないし、打ってもあんまりひるまないっていうのがさ、レッドアイ。珍しいじゃん。ブルーアイを出すこと本当に稀だからね。ちょっとなんか飛んでるし。あら、あら。そう。これ多分落ちた勢いで羽がもがれて、痛いのーつってウィーって言ってるのかもしれないよね。さて、このパートというか、このシリーズでいつまで反応が持ち続けるかっていう問題、すごく重要なんだよな。ハンドガンって持ってなくても、その固定で置いてある、あ、おうおうおう、固定で置いてあるアイテムとして出てくる可能性っていうのがすごく高いからね。可能性が高いというか、もう固定で置いてあるハンドガンとかもあるからね。OK。これ中いるんだっけ？マグナム。OK。こっち。いないか。いないんだったら、あー飛んでるやついる。おお、ちょっと待って、危ない、いって。びっくりしたー、もう。あのね、イヤホンをしてないと熱いんですよ。イヤホンしてないと熱い意味がわからん。飛べ。オッケー。違う違う、そうです。違うんですよ。あのね、イヤホンをしてないと、こう、虫の音とかあまりね、正直聞こえなくて、仲いいな。求愛行動。オッケー。二匹とも。墜落。沈没。ボツボツ。なんとかなった。もうしばらくちょっと、ショットガンがな、なんで15発しかこう一つの弾として持てないのかっていうのが結構辛いよね。次回作以降で30発まで持てるようになったけど、さすがに15発は良くないでしょっていう多分文句が出たんじゃないかなと思うんだね。言ってるよね、言ってるよね、言ってるよね。ほい。初めから地面張ってくんじゃないの？何のためにその羽ついてんだ、オラオラ。よいしょ。硬いし。威力も爆上がりしてるはずなんだけど、硬いし、ほんで。遠いからか。意外と遠いとあれなのかな？ほい。ほい。OK。まだいる。いるんだよな。結構な数来てんだよな、これ。この数が来ると、正直、めっちゃ一瞬で近寄ってくるじゃん。抜き足かよ。テニスの王子様で言うと、この尺地砲みたいなやつ使われたな。いた今。いなかった今。いな、まあ、いたとしても、一旦ちょっともう、次の穴に、刺しに行きたいと思うんで。ほら。よし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 。この距離でも、一発で2体とも当たったのはでかい。オッケー。で、あー、いいね。マシ。マシピス。でも確か中いたよね。あ、いたよね。多分ね。これ。これ。チャッキー。あー、まだ起き上がってくるか。起き上がる。ガンダム、危ね。全然フリートークする子の、その、ここ、心の余裕がないわ。もう、ここほんと緊張するんすよ。普通にクリアするときのここはめちゃくちゃ緊張する、ほんとに。大丈夫？まだいる？このアイテムを取ってる隙に出てくるとかそういうのはやめたよね。で、前回がね、なんか就活生の相談を受けて、なんかこう人生という幅に勝手に広げて、あの100年時代を生きるためには、こう趣味を見つけることと、こう友人がいることが大事ですってとかってなんか偉そうに30歳のまだ人生の半分も、おそらく半分も生きてないだろう人間がね、偉そうに講釈垂れるっていう動画を垂れ流しましたけど。さあ、溶けていく。よくよく考えたらもうよくわかんない仕掛けいっぱいあるよね、ほんとバイオハザードってね。さて、来るか。来る。来てるね。めっちゃ来てるわ。めっちゃ来てるわ。右も左も上からも下も。てかこう、蹴ったついでに他のやつも危ない、危ない。ほら。キック。なんかわかんないけどうまくいく。なんかわかんないけどキックがうまくいっている。ほら。ほら。尺地砲。あ、尺地砲してきやがった。危ない危ない危ない。危ない危ない。近い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 。キック。
こいつをキックだけで倒す手段とかあるのかな。めっちゃまたなんか向こう側で飛んでる奴らいる。飛んでる奴らでも倒したところであんま意味ないもんな。だってあそこのポジションだと多分だけど、なんだっけ、アイテム取得できないもんね。もう無視して走っていくのが一番だと思うんだけど、あ、でも近づいてきたな。気づくんかよ。ほら、ほら、ほら。ほい。これ、実は後ろでまだいるとかそういうのないよね。大丈夫だよね。あ、まだ生きてた。ほい、ほい、オッケー。よっしゃ、無事。クリアー。いやー、ほんと緊張するわ。ここはなんとか、うん、無事クリアすることができたね。よし、じゃあこのままチャプター終わりまで行ってしまおうか。なんかレッドハーブがものすごいキラッキラしてんな、なんか。すごいな。カプサイシン多めな気がする。食べたら脂肪燃焼すごそう。後ろ別に行ってないもんね。よし。登ります。降ります。てかこれは何を阻止しようとしてこんな仕掛けを作ったんだろうね。これもでも多分サラザールはこんなものがあるなんて知らないだろうな。過去のその1代目から7代目のイカれた人らがね作ったんじゃないかなと思われるけど、アッシュフォード家みたいなもんか。あれも没落貴族だよね。よし、じゃあアイテムを拾って終わりにしましょうか。ということでね、本日もね、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次回パートもお楽しみいただけたら嬉しいです。そのためにもね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、ぜひ明日以降楽しみにしていただけたらと思います。毎日投稿引き続き頑張ってまいりたいというふうに思います。じゃあこれも組み合わせサラザール家の王冠、これが一番高いんだもんな。珍しいよね、おかしいよね。はい、じゃあね、動画ご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。